第3章皮膚刺激による血液循環改善の方法第1節皮膚摩擦法昔から行われている代表的な皮膚鍛錬法です乾燥したタオルで行う寒布摩擦冷たい水で浸したタオルで行う冷水摩擦やや熱いお湯で浸したタオルで行う温水摩擦の3種類があります寒布摩擦より冷水摩擦の方が効果的ですが 完膚摩擦は冷水摩擦ができない人がとりあえず行うのに適しています乾燥したタオルで裸になって全身の皮膚をこすります心臓に遠い手足から始め順に体幹に移っていきます皮膚が少し赤くなる程度に行うのがよく痛みがあったり皮膚に傷がつくようではやりすぎですあくまで気持ちのいいという範囲に留めます 冷水摩擦は毎朝冷たい水で洗顔後に冷水に浸したタオルをよく絞って手腕顔首肩胸腹足背中腰の順に皮膚を撫でる程度のやり方で摩擦します始めた頃は特に弱めに摩擦してくださいいずれにしても気持ちの良い程度で痛みがあったり寒すぎて気分が悪くなるようではいけません 時間は2から3分から始め長くても5分くらいが適当です寒さでガタガタ震えるまで行うのは危険です逆に真冬に冷水摩擦をしても震えるようなことがなければ冷水を全身にかぶる冷水浴を行っても大丈夫ですこすり方はたわしで痛くなるまで擦ると良いという人もいますがやりすぎはかえって害になります 西式健康法の西勝蔵先生は皮膚を摩擦しすぎると皮膚の呼吸や排泄機能を障害しかえって病気になると言っておられます皮膚が赤くなって痛くなるようではやりすぎで気持ちのいいという程度にするべきです温水摩擦はやや熱いかなと思う胃の温度の湯に浸したタオルで体全体を摩擦しますこの時もあまり強くこするのは禁物です 病気で何らかの症状が強い人は冷水摩擦といっても少し冷たく感じる程度の水に浸して絞ったタオルを使用します。温水摩擦も同じで体力が低下している時はぬるめのお湯に浸して絞ったタオルを使用します。異常がなければ冷水摩擦ではより冷たい水、温水摩擦ではより熱いお湯を使用します。がんの場合は 冷水摩擦と温水摩擦を交互に行うとより効果的です。病気を治そうと思う人はこの冷水摩擦と温水摩擦を毎日やる必要があります。思い出したように時々行うのでは効果はありません。第2節水浴人間は衣服を着ているために皮膚の汚れが皮膚や衣服に残りやすく皮膚の機能を損ねています。 これれをきれいにするのが水浴です。水浴には冷たい水に入る冷水浴と沸かした豊かに入る温水浴の2種類があります。いずれも皮膚の汚れを落とし体を清潔にし血液循環を良くする作用があります。冷水浴は冷たい水を浴びたり水風呂に入ることです。病気の時は、 少し冷たいという程度の冷水を頭からかぶります。究極的には、真冬に滝に入り、冷水を頭から全身に浴びる修行法がありますが、よほど健康な我慢強い人以外は、やめた方が無難です。しかし、時には、真冬に水をかぶるような苦行も行う精神力も必要です。昔は、真冬に水をかぶり、 神仏に願い事をするしきたたりりもありました冷水浴は皮膚からの冷たい温度刺激により血液循環を刺激し内臓の機能を強化する作用があります温水浴は日本人なら毎日入っている風呂のことです冬の寒い時期の入浴では脱衣場での温度変化が激しいため血圧が急変し 脳血管障害、脳出血や脳梗塞や心筋梗塞で死亡する人が多く見られます。これは皮膚の機能が低下しているために起こる現象です。がんにかかっている場合も血圧の変動には注意が必要です。温水浴は暖かい温度刺激により血液循環を良くし体をリラックスさせる作用があります。がんの時 勧められるのは豊か冷や浴法です。これは、2つの浴槽に温水と冷水を別々に入れ、交互に入浴する方法です。温水に1分、冷水に1分と交互に入浴し、これを繰り返します。病人では、冷水をあまり冷たくしないようにします。冷水に入る時間は、健康人でも長く手にから3以内で、 病人ではもっと短くします回数は病人では3回くらいから始めます。健康になれば10回くらいでもいいでしょう。しかし、普通の家庭では2つの浴槽があることは少ないので湯の入った風呂から出た後冷水をたらいに汲んで頭からかぶるかシャワーがあればシャワーから冷水を頭から浴びるといいでしょう。 冷水のシャワーを浴びる時間は、病人では10秒以内とします。はじめは、手足の心臓に遠い部分から少しずつ始めます。1日目は、手足の先だけ、2日目は手首足首だけというように、少しずつ冷水に浸す場所を増やしていきます。いずれにしても、病気で体力のないときは、冷水の温度は高めにしましょう。コめとは、 ある程度冷たいと感じる程度です寒くてガタガタ震えるまで行ってはいけませんまた寒気がしたり頭痛がしたり気分が悪いときは中止します冷水をかぶった後は温かい浴槽に入るかお湯をかぶりますこれを3から4回繰り返しますがんを治そうと思えば温水浴と冷水浴は簡単な方法でもいいので 毎日行うの気構えが必要です。んの治療のために温泉へ行くのは非常に良い方法ですがんの温熱療法という治療法がありますがこのような治療法を病院で受けるより田舎の温泉で熱い湯に浸かった方が空気もよく精神的にも落ち着くと思います中には水風呂が用意してある温泉もあります 上腹部のしこりで病院へ行ったら、富士の胃がんと言われ、すべての西洋医学的がん治療法をやめ、山の温泉へ行き、温泉の出る熱い岩の上で腹部を温めていたら、胃がんが治癒したという人もいます。温泉に行けなければ、熱いタオルで、がんのある部位を温めると効果があります。病状が悪いとき、すなわち、 吐き気、高熱、動気、息切れ、めまい、強い全身倦怠感のあるときは、冷水浴は、もちろんのこと、温浴すなわち入浴も控えます。このようなときは、暖かいタオルと冷たいタオルで交互に全身を拭くようにします。体を拭いだけでも気分が悪くなるようなら、次の風浴や日光浴に止めます。水は、 すべての生命の母体であり、水浴や風呂に使用した水に感謝することが必要です。老子道徳経に、上善は水のごとし、水は、よく万物をりして争わず、囚人の悪夢、ところにしょるとあります。最高の善は、水のような状態でいることである。水は、すべてのものに利益を与えながら、代償を要求することもなく、 人々が嫌がる役目を引き受けているという意味です水にありがとうなどの感謝の言葉をかけると凍った時に美しい結晶体になるがバカ野郎などの乱暴な罵声を浴びせかけると崩れた結晶しかできないという現象を写真にした人もいますこれなどは水にも心があることを表しています第三節「風よく風よく」とは 全身の皮膚に新鮮な空気を当てることです皮膚をコールタールやペンキで塗りつぶすと皮膚呼吸が阻害され死亡するような事態になることが知られています動物で衣服を着けているものはありません衣服はできるだけ薄着にしてあまり皮膚に密着した衣類を着けてはいけませんいつも服を着ている人間は時々これを脱いで 皮膚を空気にさらしてやる必要があります。部屋を開放して、新鮮な空気を入れて裸となる時間と、衣服を着て部屋を閉じる時間を繰り返します。裸になる時は、できれば下着類も取り除いた方が効果的です。暖かい季節はいつどの程度の時間を裸で過ごすかは、特に制限はありません。あまり症状のない人なら、 夏の暑い時は1から2時間パンツ1枚で風よくしても良いと思います。熱帯地方では1年中裸で過ごす原始的な生活をしている人々もいるいです。しかし寒い季節はもちろんのこと涼しいと感じる季節では裸で過ごす時間が長すぎると害があるので注意が必要です。裸になる時間は20秒くらいから始めて。 順に長くして2から3分くらいを限度とします。一定の時間裸になった後は速やかに衣服をつけて温まります。次に裸になるまでには2から3分くらい経過してからにします。寒けがしたり、震えたり、気分が悪くなるようなら中止します。風邪よくもできれば毎日の習慣にしないと効果は望めません。病状が悪く。 何らかの症状がある人はもっと短時間から始めるようにします。風よくしている時は空気中に微細な宇宙エネルギーが充満しており自分の体に降り注いでくるというようなイメージを持つといいでしょう。このような空気中の微細な宇宙エネルギーを中国では「気」と呼びインドでは「プラーナ」と呼んでいます。第4節、日光浴 太陽の光をを直接皮膚に当てることを言います。日光が不足すると大切なカルシウムの代謝に異常をきたし骨や歯が弱くなりますカルシウムが骨に変わるためにはビタミン D が必要ですビタミン D は日光の紫外線の作用を受けてカルシウムを骨に変える作用をするようになります食物からカルシウムを取るだけでは 骨は強くなりません。日光が弱い北の地方では骨が弱くなり背骨が曲がるくる病が多く見られます。ですから病人は日光浴をして太陽のエネルギーを皮膚から受ける必要があります。ただし日光中の紫外線に当たりすぎると日焼けを起こし皮膚がんの原因となります。日光浴のやりすぎはかえって害になります。 日光浴をするときは、できれば裸になり、直接全身に直射日光、窓ガラスを通した光ではないを受けるのが理想です。病人は、衣服を着けたまま、体の一部、足先や手先などから、短時間始めるのがいいでしょう。気分が悪くなるとかの異常な症状がなければ、日光を当てる範囲を徐々に広くします。 病気療養中の初めは2から3分くらいから始めます。慣れてきたら10分間くらいにしてください。健康になれば1日に30分くらいでもいいのですが、わずかに日焼けする位が適当で、それ以上はよくありません。療養する部屋は十分に太陽の光の入る部屋が適当です。北向きの日光の入らない部屋ではよくありません。 布団などは日光に十分にしたものを使用します。太陽は地球のすべての生命の源です。日光の中には無限のエネルギーが含まれています。日光浴の時にはこの生命の源である太陽に十分感謝する必要があります。地球の生き物のすべては太陽エネルギーが変化したものと考えることもできます。 このような観点から仏教の真言密教ではすべての中心となる仏様を大日如来と呼んでいます。また日本神道の天照大神は太陽神です。